二条公平は、江戸時代前期から中期にかけての公卿。左大臣、九条兼晴の子。摂政、二条、公平の養子。神は、11位、関白。二条家18代当主。号は、慶喜院。寛文12年、九条兼晴の子として誕生。四代将軍、徳川家綱及び、養父、二条、公平の返記を受ける。元禄6年11月12日、右近衛大将となる。元禄12年1月22日辞任し、同日、左近衛大将に就任する。元禄17年2月26日、内大臣に就任。宝永3年11月25日左、近衛大将を辞任。宝永5年1月21日内大臣を辞任、同日、右大臣となる。正徳5年8月12日、右大臣を辞し同日左大臣となる。正徳5年12月27日、11位。享保7年正月13日、関白。享保7年5月3日左大臣を辞す。享保11年6月1日関白を辞した。パトロンとして、尾形光琳、乾山兄弟に目をかけており、元禄12年、乾山二京の北西。鳴滝泉屋の山荘を与えている。また、自身を介して乾山と狩野英慶との交流も取り計らった。ありがとうございます。